の、あそこの上ボタン、十字キーの上を押していただいて、十字キーの上、はい、あ、十字キーの上ね、はい、そうするとあのキャストができるので、スティックで操作していただいて、あ、そうですか、え、これで釣りするんですか、はい、無人島なので自給自足するしかないんですよ。うわ、あーはー、え、じゃあこれで実際釣ってその魚とかを食べるんですか、共有者の方にプレゼントしたりとか。あー、なるほど、これ丸ごとレーダーで、あらら、白色のあの馬場さん、馬場社長も、うん、うちのファンが釣ってた。あ、そうなんだ。だからあの赤揚げだとか空中に浮かんでる島とか影響受けてるよねみたいなね。いや、まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。あ、釣れた。これも釣れた。うん。そこで丸レンダで。頑張れ頑張れ。なんだこれ、釣りをやらせたいわけ。これさ、すごいシュールだよね。アドルがなんで釣りやってんだよみたいな。まあ、まあ、遊びということで。なんかみんな釣りゲーとか好きですよね。たまにこ の, あの無人島って獣が住んでるんで、たまに敵が釣れちゃったりして、そのまま戦いになっちゃう。ちゃんと餌もついてるし、餌が10個ある。ほら、餌もさ、餌もなんかすごいさ、リアルだよね。なんかあのミミズ、いやミミズみたいなんていうか、ミミズだろ、あれどっから見ても。ミミズだよね。だ、餌もどっかからこう、あ、ゲットしなきゃいけないんだ。だ、山に入って、拾って拾ってきて。え、そうなんですか。本当に自給自足ですね。これがメインだったじゃないですか、イースって。だからパソコン系ってるうち自体が全部パソコンしかやってなかったので、もう最後までパソコンだけやってた。できるだけパソコンだけでやりたかったんだけど、どうしても今週もやらざるなくなったみたいな。今は携帯やらざるないみたいな。すごい、私めっちゃ戦ってますよ。スマホゲームはやってないですか。スマホは今はライセンスだけですよね。あ、自分たちの量は出してないです。だからなんかやっぱりパソコンにすごいこだわってる印象があって、だからほらドラクエとかファイナルファンタジーが、助けてー、ね、ちょっとあなた、ね、助けてー、夢中になりすぎだよ、助けてー。いやだから僕はなんかパソコンにすごいこだわるがあまり、イースとかソーサリアンってすげえゲームなのに、うん、みんな知らないわけ、うん、まあそうですか、ね、コンシューマーがないから、ね、だって知らなかったでしょ、うん、何がですか、イースって。わかんないですね。でしょ、はい、でもファイナルファンタジーは知ってるでしょ、はい、ドラクエも知ってるでしょ、うん、俺やっぱりまあファイナルファンタジーとかドラクエとかちゃんとやったことないけど、うん、やっぱりイースだと思うわけですよ、うん、イースとかソーサリアンの作り込まれた世界観とか、まあ、そう言ってくれるうちのファンの方って多いんですけどね、うん、でしょ、うん、いや俺未だにそう思ってるもん、うん、あのなんだから、うん、やっぱファミコンにやらなきゃいけなかったんじゃないですか、うん、なんか なんていうのこう、いや俺うちはコンシューマーを自分たちで作り出したのは PSP からですか。そう、あ、だからこういうだから家庭用ゲーム機で動かすのを初めて作ったのが PSP から。だからついあついこの間。それまでパソコン一筋でやってきたから。え、それって何年前ですか、まあ、?10 年ぐらい前。10年ぐらい前、うん。あ、じゃあもう初めの20年はずっともうパソコン一筋だったんですね。そう、もうパソコンこれやってたんで生きていかれないと思ったのが、うん、パソコン誌が一つもなくなっちゃった。最後にログインっていう雑誌が、いやパソコン雑誌がなくなっちゃったから、うん、あ、これはダメだと思った。なるほど。いやなんかその、はい、こういうゲーム機って例えばソニーだったりとか任天堂のなんか許可とか、うん、結構面倒くさいことをやんなきゃいけなくて、うん、自由に作れないんですよね、うん、だからほら前多分ゲストで来てくれた斉藤さん、斉藤豊さん、シーマンですか、シーマンの斉藤さんとかもやっぱりこうあの人はずっとコンシューマーゲーム機の人だから、うん、なんかいろんな面白い企画を持ってくんだけど、うん、やっぱり任天堂に蹴られるから、うん、これは出せてないんだよねみたいな企画がやっぱりいっぱいあるわけ、うん、彼でも蹴られちゃうんだ、うん、いやだからもう なんか要は例えばシーマンの新作のアイデアでそのすれ違い通信で自分が持ってるシーマンとまだなんか知らない人が持ってるシーマン勝手に交尾して、あれ自分で顔決められるじゃないですか、いつの間にかなんか愛の子が生まれてるみたいな、そういうのがちょっと子供向きにはダメだよねみたいな話になっちゃうわけです。そこね、そう、そういう
でもすれ違い通信で面白いシーマン生まれたら面白いじゃないですか。